弊社 TDK 株式会社が提供する新しい製品で i3CBM ソリューションと言います。これはですね、製造設備なんかが突然故障してしまうと製造が止まってしまうと。ところがですね、通常設備が故障するときにですね、その前に振動に予兆が現れると言われてますので、弊社のこの製品でその振動の予兆を拾うことでアラートを事前に出すといった製品になります。でこの製品はですね、主に3つの特徴がありまして、1つ目は HAI。 これはですね、この振動のセンサーの中にですね、 AI が搭載されていまして、この中で振動をですね、定してそれで計測した結果をですね、判定して、判定した結果のみを送信するといったものになります。でこれはですね、どんな設備にでも振動が発生するものであれば使うことが可能になっています。必要最小限のデータだけを送信することが可能なので、電池寿命を逃すこともできます。で続いての特徴としては、ワイヤレスメッシュネットワークというものがありまして、これはスイッチを入れてこういった形で配置していただくだけでですね、自動的にメッシュネットワークが構築されますので、どんな知識のない方でもすぐに使っていただくことが可能です。でメッシュネットワークなんですけれども、今言ったのはですね、スイッチを入れて構築されるということなんですけれども、例えばこの中で突然接続ができなくなったものが発生したとしてもですね、自動的に近くのものを探してですね、接続することが可能です。というのが、自己形成自己修復という特徴になります。で最後にセンシングといいまして、我々 TDK はですね、加速度センサーを製造しておりまして、その単業グレードの加速度センサーがこの中に搭載されているというような3つの特徴があります。スモールスタートが可能で、しかも増設も簡単にできますので、ぜひ製造工程で設備の監視をしたい方、よろしくお願いします。